明けまして絶望。それから数分後、ガラガラ、閉店ガラガラ。あれ、誰もいない。どうやら私たちが最初みたいない。え、なんかその時点でさ、俺すごい嫌な予感するんですけど。だってさ、後からゾロゾロってゾロゾロってみんな来て、あれ一人いないなみたいな感じ。なんかそんな展開ありそうな気がしますよね、皆さん。二人目の犠牲者がすでに出ている可能性はね、ありますよね。なんかさ、周りが真っ赤なんですよね、この辺。それもなんかなんでだ、なんでだ、なんでだって。みんなが戻ってくるのを待ちましょう。うん。誰だ？帰ってこないのは誰だ？ああ、よかった、ルイちゃん帰ってきたわ。ああ、ルイちゃんだけは死なせてほしくなかった。危なかった。ルイ。あ、二人とも。どうだった？何か見つかった？めぼしいものは何にも。そう。シロウくんとマキちゃん、しんのすけくんはまだ来てないんだね。2時間経ったし、もうそろそろ帰ってくるんじゃないかな。誰が帰ってこないんだろう。誰が帰ってこないんだろう。ほら、足音が聞こえてきた。マキちゃんはよかった。セーフ。マキちゃんはセーフ。しんのすけ、シロウは帰って、え、これでシロウが帰ってこんかったらさ、え、ってなるよな。あ、シンロウがまだだ。まっちゃん、しんのすけくん、無事だったんだね。うん。おい。残るは、シロウだけか。え、そんな前振り、シロウ死んでるやつじゃ。でも死んでたら、キスケくんが殺した犯人とかそういう、あれ、ってなるよね。わあそうだな、遅いな、あいつ。何やってるんだろうな。トイレに時間かかってんのかな。台かな、台の方がのかな。もう8時間過ぎてるよね。少し心配ね。まさかあいつ、どっから殺されてることなんてないよな。それは、なくはないのがこの状況。あ、帰ってきた。ああ、でも帰ってきたってことは、ってことないよな。帰ってきたら、帰ってきたら今度はキスケくんの犯人説が強まってくるんよな。もう良かったのか良くないのかよくわからん状態になってくるからな。お待たせしました、皆さん。よかった、生きてた。心配でしたんだぞ、犯人。あ、間違えた、シロー。すいません、つい探索に夢中になってしまいまして。本当に探索に夢中になってたんか。次の殺人のための準備してたんじゃないのか。まあとにかくみんな無事に集まったんだね。よかった、まだ犠牲者が出なくて安心した。まだ犠牲者が出なくてってこれから起きるみたいな感じになったの。さあ早速ですが、これからキスケ君を殺した犯人について話し合いをしましょうか。いいんですか？殺した人間がその話し合いを進めていいんですか？もう完全にシロのことを犯人だと思ってる。まあ断定はできんけどな。でもさ、状況証拠が怪しいし、だからといって逆に怪しく見せておいて犯人じゃないっていうミステリードを持ってきてるのかもしれないしな。もうなんかは俺一人の間で疑心暗鬼が起きてるからな、これ。さあどうなる、マチさん大丈夫？もうなんか一番いいやんできてもこの子やもんな。もう見たから、見た目からにして。だ、大丈夫なわけないよ。もしこれで犯人が私たちの中にいたって分かったら、私どうしていいか分からない。マチちゃん、私もこの中に犯人がいるなんて信じたくない。でもやるしかないんだよね。早く犯人を見つけないと、また誰かが殺されちゃうかもしれない。そうね。それにもしかすると私たちの他に犯人がいる可能性だってまだ残ってるんだから。もしかしたら犯人がいるっていう絶望を食らわせてくる絶望プリズンかもしれんけど。そうだよね。
うん、話し合いで俺たちの中に犯人はいないってことを証明しよう。できるのか？ああ、うん。それではまずは事件の流れから整理していきましょうか。やだよー、やだよー、これちょっとこの5人の中にいるかもしれない犯人をあぶり出す裁判になりそうな気がするんだ。これこの中にはいないっていう裁判のつもりなんだろうけどさ、この中から5人の中の1人を探し出す裁判になりそうな気がするよな俺。まず私たちは何者かによって学園に連れてこられたのよね。うん、うん。私たちがバーにいたら突然眠らされて、気づいたらこの学校にいたんだ。私たちは出口を探すために手分けして探索して回った。1階はモジさんとルイさん、しんのすけくん、2階は私とのびゆきくん、3階はシロウくんとケスケくんだったわね。しかし外につなげる扉や窓もなぜか開かなくて、外に出る方法はなかったんです。うん。そして事件が起こったのよね。はい。3階の屋上前にケスケくんが血まみれで倒れていたんです。そしてケスケが持っていた手紙には、この中に犯人がいるって書かれていたんだ。一応これで流れは整理できたでしょうか。まあそんなところだろうな。それではここから犯人を探していくわけですが、なんだかみんなの空気が重たい。そうだろうな、だって仲間うちで争い合うような展開になるもんな。これみんな誰もこの中に犯人がいるなんて思いたくないんだ。それは俺も同じ気持ちだ。ねえみんなちょっと聞いて。え？お互いを疑い合いたくないのはわかるわ。でもこれじゃあ話し合いが先に進まない。今は少し気持ちを抑えて犯人を見つけ出すことだけに集中しましょう。ふみさん。そうだね。さすが生徒会長。ふみちゃんはもうこの中のメンバーの中で一番精神年齢が高いな。そしておっぱいがでかいな。ごめん。謝らなくていいわ。みんな友達同士なんだもの。仕方ないことよ。そうですね。それじゃあまずキスケくんの死因について話をしていきましょう。キスケくんの死因は多分出血によるショック死でしょう。胸からお腹にかけてすごい量の血が流れていたもんね。周りに血だまりができてたな。遺体を調べるとキスケくんの体には複数の刺し傷があったわ。じゃあ犯人が凶器に使ったのはもちろん刃物だよね。ええ。じゃあ犯人は一体何を凶器として使ったんだろう。メス。多分解剖実験用のメスを使ったんだと思う。え？メス？うん。お前らメス見てなかったんかな。ケスケの遺体を確認しているときに、ケスケの背中と壁の隙間にメスが落ちているのを見つけたんだ。そしてそのメスには学園の備品のシールが貼られていた。それってこのメスは理科準備室から持ち出したものだったんだ。そこにあったメスが一本だけなくなっていた。じゃあ犯人が使った凶器はメスだったとして、犯人はキスケ君を殺す前に理科準備室にメスを取りに行ったってことだよね。そういうことになるわね。ケスケ君が殺される前ってことは、私たちがここに連れてこられた直後、出分けして校舎を探索していた時ってことね。この時点でさ、3階を探索している2人が怪しい。そしてそのうちの1人が今回被害者として殺されたってことになってしまうからな、この時点で。じゃあその間に理科準備室に行くことができた人物が今のところ犯人として怪しいってことだよね。そうね。じゃあそれが可能な人って、
シロなんだよ。しかもさ、極め付きにさ、3階に上がった2人ってさ、別れて探索しよったって言ったもんな。だからお互いがお互いのことをかし、さ、見てないってことになるわけでね。もうそこもさ、ちょっと反抗できる条件が揃ってしまっとるわけで。それってもしかしてシロじゃないのか。確か校舎を探索していた時、マジさん、レイ君、しんのすけ君は1階を、俺とフミさんは2階を、シロとキスキは3階を調べていた。そして凶器を置かれていた理科準備室は3階にある。ついでに言えば美術室も隣で3階やもんな。あの時みんなそれぞれ割り振られた階をしっかり調べていた。だとすると、理科準備室にメスを取りに行った人物はおのずと素人ということになる。でも素人がそんなことをするだろうか。そうなんやけどさ、一番知らさそうな素人やもんな。だって彼にとってキスキは親友だったはず。俺は仲のいい2人をずっと見てきた。そうよ、それだって絆ストーリーでもさ、シロってキスキに対してプレゼントをあげよったしさ、仲いい会話しよったしさ、それが嘘だったって話になる。もしシロがキスキを殺したのなら、あの光景さえも嘘だったというのか。それってシロ君よね。で、あ、え、シロが、あくまで可能性の話よ。確かシロ君とキスキ君は3階を調べていた。そしてメスが置かれていた理科準備室は3階にある。だから3階にいた僕がメスを取ってキスキ君を殺したと言いたいんですか。これはあくまで可能性の話で。でも疑っているんですよね。疑わざるに負えないっていう状況。しかもさ、確か理科準備室はこの辺で、その下にここら辺に美術室があるんよな。そんで2人が分かれて探索したとすれば、こうきっちりこう分けたとすれば、シロがこっち探索、キスケがこっち探索だとすれば、バッチリ準備しやすい、準備しやすい分け方になってるという。他の皆さんは、シロ、そんな、みんなまで僕を疑うんですか。それに対抗する証拠がとりあえず他にはなかった。なんで僕から目をそらすんですか。なんとか言ってくださいよ。私はシロを信じるよ。だってシロとキスキは仲が良かったし、シロがキスキを殺すはずないよ。そうなんよな。そうなんだけど、そうなんだけど、マジさん、そうですよ。僕がそんなことするはずありません。だから理科準備室に行ってメスを取ったなんて事実はありません。ほらシロもこう言ってるんだし、やっぱりシロは犯人じゃないよ。待って、え、シロ君、それを証明できるものはない。うん、証明。どうしたのルイちゃん、シロは理科準備室に行ってないって言ってるじゃん。だからきっと犯人じゃないんだよ。それでいいじゃん。それはちょっと甘いよ。ごめん、マジちゃん、シロ君、私シロ君を信じてないわけじゃないの。でもここではっきりさせておかないと。そうね、確かにそれは俺も思った。シロのこと疑いたくはないんやけどさ、
だってさ、さっきからシロが言っていたさ、僕じゃないって、僕とは限らないんじゃないですか、みたいな、そんなこと言おったけどさ、まさに犯人が証拠を突きつけられた時に言いそうなセリフだったもん。そんな感じだったもん。私もルイさんの意見に賛成よ。ふみちゃんまで？私もこの中にキスケ君を殺した犯人がいるなんて思いたくない。だからこそシロウ君が犯人じゃないって確信を持ちたいの。だからお願い、シロウ君、君が理科準備室にいてないということを証明して。え、シロウ、証拠はあるよな。それはありません。そんな、おいおい、証拠がねえなら信じようがねえだろ。でも僕はキスケ君を殺してなんかいません。なんでですか？なんで僕がキスケ君を殺さなければならないんですか？僕はキスケ君の親友ですよ。親友を殺すなんてそんなことできるわけじゃないじゃないですか。そんなこと言われたって、こんな状況じゃ信じたくも信じられないよ。え、ルイ君は僕が信じられないんですか？やばい、このパターンはやばいやつじゃ。ちょっとこっからさ、お互いが疑い合うような展開になっていきそう。ごめん。僕はやってないって言ってるだろ。なんで信じてくれないんですか？証拠がないからに決まってるでしょ。ちょっとシロー、ルイちゃん、落ち着け、二人とも。ここで喧嘩して何になるの？なんだよ、何なんだよこれ。今まであんなに仲が良かったはずなのに、一緒に笑って楽しんでみんなで一つになれた気がしていたのに、どうして今はこんな風にお互いを疑い合っているんだ。全て崩れていく。俺たちが築いてきた関係が全部絶望。これが絶望。そんなの嫌だ。そうだ、シロウが犯人じゃないと証明できさえすればいいんだ。そうすればこれ以上疑い合う必要もない。あるんよな、シロウが犯人じゃないと特定できるための証拠になるかもしれないものが。ペンキ、あの感じだとしたらさ、あの犯人はペンキも踏んだってことになるわけよな。だとしたらさ、シロウの靴の底見てペンキがついてないんだったら、シロウはシロウになるし、じゃあ誰が犯人だってなったらさ、あれよ、あれじゃないかな、もしかしてさ、シロウは確かにキスケ君のことを殺してしまったんやけど、殺したくて殺したとかじゃなくてさ、先に仕掛けてきたんがキスケ説があるんよな。あのむしろ殺しにかかろうとしたのはキスケの方で、シロウがそれに抵抗してもみくちゃになった結果、逆に殺してしまったみたいな、そんな展開だから、確かに殺してないって言ってしまいようけどさ、ショックで殺したのは確かやけど、殺してしまうつもりはなかったみたいな。あ、でもこれ結局シロウが犯人ってことになるよね。まあそういう展開もあるね、パターンとしては。そうだ、一つだけ方法があるじゃないか。結局シロウが犯人やけどさ、キスケ君から仕掛けたっていう場の可能性はあるよなって話です。僕はやってないんですってば、信じてください。みんな少し俺の話を聞いて。伸びゆき君、なんですか？俺がシロウの無実を証明するよ。そしてこの中にいるみんなが理科準備室に行ってないってことも全部証明してみせるから。え、そんなことできるの？うん、みんなのある箇所を調べれば理科準備室に行ったかどうか一発でわかるんだ。私たちのある箇所って一体？靴の裏ついてほしくないな。5人全員に
ついてほしくなかっないところやな、これ。みんなの靴の裏を見せてほしい。靴の裏？一体どうして？もしこの中に理科準備室にいた人がいるとすれば、靴の裏にある証拠が残ってるはずなんだ。そうだよね、フミさん。そうか、靴の裏を確認すればあれの跡が。あれの跡？ええ、私たちが理科準備室でメスがなくなっているのを確認したとき、他にも緑色の絵の具が床に付着しているのを見つけたわ。緑色の絵の具？そして美術室を確認したら、その理科準備室の絵の具と同じ色の絵の具が大量にこぼれていた。さらにそこには誰かが絵の具を踏んだ足跡が残っていたの。じゃあ、ということは、靴の裏にその絵の具がついている人が理科準備室に行った人物ということになる。みんな正直に見せて。これでみんなが理科準備室に行ってないことを証明できるから。別に構わねえけど。いいよ。わかりました。大丈夫、絶対に大丈夫だ。この中にキスキを殺した殺人鬼はいない。だから靴の裏に絵の具がついている人なんてこの中にいるはずなんてない。そして俺はみんなの靴の裏を一人一人確認していった。まずはしんのすけくん。ほらよ、ついてないわね。俺はやってねえから当たり前だけどね。次にルイくん。はい、ついてないわね。次にマジさん。どう？マジさんも大丈夫。うん。これ流れ的に白についてるパターンみたいになるやん。でもどうなんだろう、どうなんだろう。これもしかしたら白にもついてないパターンもあるかもしれんな。どうなんだ？おい白、どうなん？はい、これで白に絵の具がついてなければ白の無実は。ダメだ、シロが犯人じゃん。